オエングスオエングスは、ケルト神話の愛と、若さ、美を司る神である。オインガス、アンガスオグ、エインガスとも呼ばれる。ドアハデダナーンの一人。父は、ダグザ、母はボアーン。養父はミディル。養子は、ディルムットオーディナ。彼は、黄金でできた,たてごとを持っている。また彼の口づけが小鳥になり、小鳥のさえずる声が、 若者の心に恋心になって飛び込んでいくという。オエングスは、ミディールに育てられた。やがて成人たとオエングスは、ダグザの王宮を訪ね、昼と夜にいさせてほしいと言った。何日もオエングスが居続けるのでダグザが訳を聞くと、オエングスは、昼と夜とは、永遠のことだ。あなたは永遠にいてもいいと言ったと答えた。こうしてオエングスは、ダグザの王宮を得て、妖精国の王になった。 ある晩、オエングスの寝床に美しい女性が現れた。オエングスが寝床に入れようとすると彼女は消えてしまった。次の晩から女性は毎晩現れては、笛で美しい音色を奏でた後消えた。彼女に恋焦がれたオエングスは病気になった。誰にも理由を話さないオエングスを見て、医術の神フィンゲンが原因を恋の病だと見抜いた。父母が心配し、 手を尽くしてその女性を探し始めた。マンスターの王、ボーブにも探してもらい、ようやく女性を見つけた。それは、この音のエヴァンという妖精の丘に住むエタルアノバールの娘、カーであった。ところが彼女は、非常に魔力が強いため、父のエタルにもカーを、エングスに嫁がせることはできないのだった。しかしエタルは、カーが一年ごとに白鳥と人間の姿を交互に取る、こと、 次の11月1日のサウィンには白鳥の姿になって仲間たちと湖を泳いでいるはずだと話した。オエングスは11月1日に湖へ行き150パイル白鳥の中にいたカーの白鳥を呼んだ。そして飛んできたカーを抱きしめて自分も白鳥になった。2羽の白鳥は仲良くオエングスの王宮へ飛んで行って、イゴカーはオエングスと一緒に暮らしたという。オエングスは ミディールが新しく迎えた妻エーディンが、本妻のファームナッハに、嫉妬されて蝶に変身させられ、自分の王宮に逃れてきた時に、彼女のために美しいアズマヤを作って、甘い蜜を持つ花をたくさん咲かせた。ファームナッハの魔法は、オエングスにも溶けなかったものの、エーディンは、夜の間だけは、人間の姿に戻れた。二人は、ファームナッハが嵐を起こして、 蝶を飛ばしてしまうまで、あずまやで、束の間の恋を楽しんだという、永遠ガスオグから言葉んく、ありがとうございます。